どこかでまた新しいヒーローが僕らの呼びかけに応えてくれたようだよ。あら、私たちも待ってた甲斐があったわね。うん、今度は一体どんなやつだ。いくら威勢がよかろうが、力のないヒーローなんぞ俺はいらんからな。ねえドラッケン、だから君のユニオンにはチームワークが足りないんじゃないかい？僕たちにはもっとたくさんの仲間が必要なことは分かっているだろう？いや違うな。我がユニオンが求めているのは強いロボだけだ。青臭い考えのお前らには分からんだろう。戦いで勝つためには仲間ごっこなど役に立たんのだぞ。ちょっとお前だって私も含まれてるのかしら。いい？現代のヒーローは賢くなくちゃいけないのよ。いくら力があって仲間がたくさんいたって、頭の悪い作戦を立てたら負けちゃうんだから。おい、いい争いはやめなよ。僕たちが戦うべき舞台はここじゃないんだからさ。の姿が見えているだろう。さっきの戦いでは君の勇気をしっかり見せてもらったよ。力の使い方はまだまだだが、少しは見どころがありそうだな。そうね、なかなかよく頭も回りそうだし、私は気に入ったわよ。お前らは一体何者だと問いたげな顔をしているな。俺はドラッケンという。僕はライオスだ。コズミックアークでは君のような優れた能力を持つヒーローを全宇宙から呼び集めているんだ。なぜかって、それは私たちのアーク、英知のウィズダムを蘇らせるため、あなたに力を貸してほしいの。ウィ
勇気のアークグレイダインを復活させるために僕らと一緒に戦うんだ。相変わらず勝手な奴らだな。言っておくな、攻撃のアークロストレックスならばお前を手荒く歓迎してくれようぞ。何よ、あんたたち言ってることは一緒だ。要するにあなたには私たちのユニオンの中から、そう、我がユニオンを選ばなければ明日からは。ドラッケン、脅しじゃないんだから。そんなことを、そういうライオスのユニオンはいつも暑苦しくていいわよね。もしかしてアイシーもうちが撃つ？そんなわけないでしょ。アイシー一体を、まあ、もうそろそろいいだろう。うん、一度決めたら後戻りはできないからね。そうね、よく考えて選ぶのよ。やれやれ、こんなところだけ息が合うとはな。